はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時をちょいと回りました。まだでもね、まだ光残ってるんですよね。さすがですね。2月に入りましたからね。これからだん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 日が長くなっていって、6月20日になったらね、7時半でも明るくなってるんですよ。まあええけど、まあええけどって、早そうな年はほんまにもう、もう寒いの嫌やん、ほんまにもう。じゃあ行きましょう。産経新聞ですね。こんな記事載ってて、うわ、すごいなと思う。今日の16時54分と言いますから、まだ20分経ってませんよ、これ。韓国報道、石原氏死去、極右妄言製造機が死亡と。うわ、すごいやん。よう言うてくれるわ、ほんまに。素晴らしいやん。極右妄言製造機。妄言製造機っていうのは、要はですね、妄言を大量生産してるということですね。量産言わはったということですね。で、あの妄言というのはですね、彼らの用語なんですけども、どういう時使うかっていうと、ものすごく痛いこと言われて、理論的に反論できひん時に、それは妄言やっていう使い方をするわけですね。だから、たくさん彼らがね、妄言やっていうことをたくさん言うた人っていうのはね、素晴らしくね、彼らにとって痛い人やったんですね。言いたいことを言う人やったということですね。あ、それ言われたら一番嫌やで、嫌かなんでかなんでって、うるさいわ、もげやって、まあそういう感じですね。反論できないんですよ。ものすごい痛いところを理論的にぐしゃーって疲れて、で、反論できないから、もげやって言うしかないわけですね。でそれをたくさんこう製造なさったということで、まあこれ勲章みたいなもんですね、この言い方っていうのは。もう、極右、まあまあまあ、右か左かったら、石原さん右ですけどね、極右妄言製造機って素晴らしいやん。が死亡というタイトルだとして。右か左かでやっと右ですけどね、石原さんって、その、世界の標準から見れば、全然、中道右派よりちょっと右がなぐらいですよ。はっきり言うて。フランスのね、右派政党なんかすごいですからね。すごいですからね。それこそね、なんて言いますかね、こう、言うもはばかられるようなですね、日本では放送禁止になるようなことを堂々と言うてますからね。フランスというのはそういう国なんですよ。マクロンさん、一応あの方中道ですけど、でも日本的にいや多分右ですよ。石原さんよりもちょっと右ぐらいじゃないますかね、マクロンさんって。そんな気しますよ。まあ、だから、極右というのは、ウィクヤノトナさんにとって、都合の悪いやつはみんな極右なんですよ。だから素晴らしい勲章ですよ、これ。いやいや、やっぱこんなん言うてもらえるのはね、石原慎太郎ならではちゃうかな。ちょっと短い記事なんで読んでいきましょうね。ソウル時吉達也ということで、時吉達也、時々お名前をお見かけしますね。名物記者いろいろいらっしゃいますけども、その黒田さんとかね、いますけども、ちょっとね、ちょっと戻ります。ソウル時吉達也、韓国の聯合ニュースは1日、だからね、僕聯合ニュース見に行ったんですけど、まあ、日本語に訳した記事出てないですね。早く出してくれたらいいな。1日1回しか、ね、更新しないみたいで、韓国の媒体ね。まあ、しゃあないですよね。こんな日本語にわざわざ訳したってんねんって言って、そんな俺の義務ちゃうけどってことですね。当たり前ですけど。明日の朝になったら出てるんかもわかりませんが、でも日本の読者にあんまり読ましたくない記事かもわかりませんから、出ないかもわかりませんね。まあいいわ。ソウル、ごめんなさい。韓国の聯合ニュースは1日、日本の極右妄言製造機が死亡の見出しで、石原慎太郎元東京都知事の死去を速報した。いやいや、続々とこの絶賛が届きますね、なんかね。いや、中国からもね、中国から何言われたかと言いますと、日中関係の悪化を招いた反中右翼政治家。素晴らしい称賛ですね。むちゃくちゃ称賛されて、俺も、ほんまにね、こういうのを見るとね、自分の小物ぶりがこう分かって、僕なんか死んでも誰も何も言うてくれへんし、小池百合子が死んでもおそらく何も言うてくれませんよね、誰も。ああ、死によったあのまま、みたいな。今、亡くなったらね、現役の東京都知事で亡くなるんで、何か言うてくれるか分かりませんけども、引退してね、こうやってね、10年ぐらい経ってね、途中でちょろっと出てこようとしましたけど、引退して早10年近く経ってる人がね、速報でね、
言うてもらえるんですよ。極羽毛源製造機って素晴らしいやん、ほんまに。うん、そのすごいこう実績を上げられたということですね。もうそれだけでも称賛に値しますよ、本当。連合は石原氏が都知事時代に日本の再武装など保守層を刺激する論理を展開する手法で、日本の保守右傾化を主導したと主張。うん、まあそれは間違ってますけどね。まあ、そういう言論はずっと言うてはりましたけども、保守右傾化してるか今の日本左傾化してるんちゃうかと思いますけどね。岸さんなんか左やん、あの人見てると。ほっといたらどん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 左の方にヒューと寄ってくる人は、岸さんっていうのは人の言うことを聞いてって言って、いや、あの左の人の言うことを聞いて、ふんふんふんって言って、安倍さんの言うことが来て、ふーんつって、で、だん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 左の方へーって言ってくる。全然保守右翼化してへんやん。まあ、あの、お隣さんメディアにね、日本のことを理解せえと、それはちょっと無理な話かもしれませんけどね、根が無理かもしれませんね、設定が無理ですね。三国人、外国人の凶悪な犯罪が繰り返されており、震災が起きたら、相乗事件が予測される、括弧2000年。三国人は数字の3ですね、黒人。この言い方はですね、戦後土作さんの時にですね、半島の方とか台湾の方がですね、自分たちは戦勝国やみたいなことを言い始めたわけですね。全然違うんですけど、で、GHQ はそれを認めてないんですけども、暴れ回るわけですね。日本の警察だと取り締まりができないことをいいことに暴れ回るわけ、もうやりたい方でやるわけです。それがね、原因でね、今のね、こう大方の日本人のね、対半島の方に対するこう目がね、ものすごいね、冷たい。特に私のそれを、その暴れ回ったのを目撃していた私の親の世代なんていうのも大嫌いでしたね、半島の人たち。そういう時に彼らのことを三国人というふうに呼んだんですね。石原慎太郎さんはその言い方をこうもう一回こう使われたということですね。慰安婦問題で日本にいる朝鮮人を強制したこと、証拠がどこにありますか。まあ、その通りやん。なんかこう痛くてね、反論できないような痛いこと言われると、もげーって言うわけです。2012年など過去の発言を列挙し、韓国関連でも数多くの妄言をぶちまけた。と伝えた。ちゃんと、じゃあ受け止めていただいてたということですね。石原さんの言葉をですね、もげーのちゃんと覚えてるわけですね、連合ニュースもね。これでこの記事は終わっております。いやー、まあ、明日になればですね、他のメディアもね、いろいろ出てくると思うんですけど、このビビットに瞬間でこうやって反応していただけるっていうのは、やっぱりそれだけこう石原さんが偉大だったということだと思いますね。今、石原さん、石原慎太郎さんぐらいのご発言をなさる方ってほぼいないんじゃないですか。安倍さんもそこまで言いませんからね。まあ、元総理というか、の重みもありましょうからね。石原慎太郎さんは、運輸大臣、今でいう国交大臣ですけども、運輸大臣を務められて、その後で、東京都知事になられたんですけど、国政とは直接関係ないんで、やっぱりそういう国際関係に関する発言に関してはある程度自由でしたよね。なんで正論を堂々とおっしゃった。正論言うと反論のしようがないんで、もうええやと言われてですね、数々だからですね、彼らのですね、印象に残ったということですね。それ、まあ、素晴らしいことではないんですか。もうええやって言ってもらえること自体はですね、非常にその素晴らしい発言だと思います。 いつか日本の大臣がですね、日本は半島にいいこともしたいんやということを言って、もうええやって言われて大臣辞任してましたけどね、もう30年ぐらい前、40年ぐらい前でしたっけね。いいこともしたって、完全な事実なんですよ。だから、あれなんですね。彼らは反論できないわけですね。妄言やっていう以外に反論の仕方がないっていう、ものすごい痛いところをついてるわけでして、その妄言をたくさん製造されたということでですね、極羽毛源製造機。素晴らしい、こうですね、素晴らしい、こう、肩書きというか、こう、称賛ですね、称賛というか、あれですね、よう分かってたやんという感じ。ということでございまして、この産経新聞の記事も貼ってみますんで、まあ、もうもしかしたら取るかもわかりませんけども、
貼ってみますので、確認をされたい方はですね、行ってみてください。まあ短い記事なんで今全部読んでしまいましたけども、まああれですよ、いかにこう彼石原さんがですね、彼らにですね評価されてるかというのがよくわかる記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。